いい感じだったんですけど、優しかったです。こんばんは。やっぱなんか昨日からかね、昨日も配信でお話ししてたけど、すごいなんか急に寒くなって、撮影会の時は逆に暑すぎてみんな汗だったじゃん。ケーキありがとうございます。汗だくでさ、私もちょっと早い秋服みたいなの着させていただいたんですけど、ちょっと暑くて、やっぱエアコンがなかったから暑いなって思ってたんですけど、その次の日、まあ昨日ですよね、昨日すっごい寒くて、急に、昨日は長袖だったんですけど、今日はまた暑いかなって思って半袖で行ったら全然寒くて、これからはちょっと長袖かもって思ってるとこなんですけど、まあでも踊ると踊るで暑くなるから、まあリハーサルの時とかレッスンの時は半袖で上に何か着るぐらいがちょうどいいのかなって思いました。今日ハートありがとうございます。そう、羽織るものが必要だなって思ったので、羽織るものを買おうと思います。そう、あ、週末はまた暑くなるのか、忙しいなこの季節。ママに買ってもらったピンクのやつで、あ、確かにあれ上下セットなんだよね、去年買ってもらった。そう、大釜の時ね、めっちゃ暑かった。あそこ暑いね。逆に冬は冬で寒いんだろうけど、夏はやっぱ暑くて大変でしたね。そう、季節の変わり目って一番なんか迷うよね。フォローありがとうございます。そう、どうしたらいいんだろうって思う。今年の冬も寒いのかな。ね、体調崩さないように気をつけてください。私もなんですけど、皆さんもね、たくさんイベントもありますからみんなも気をつけていただいて、私も気をつけていきます。暑いのと寒いのどちらが得意ですか。どっちも苦手なんですけど、どちらかと言ったら寒い方が苦手かもしれないですね。寒がりなんですよ、すごく。こんばんは。そう、寒がりで毎年多分メンバーの中だとコートをね着出すのがだいぶ早い方ですね。ケーキありがとうございます。そう、でもコートもなんか可愛いの欲しいなって思ってる。こんばんは。今日はコンタクトしてますねしてますね。こんばんは。喉渇いたんだけど飲もう、これを。いや、お水が良かったんだけど、え、これさ、溢れないか心配。これね、めっちゃ美味しいんですよ。なんかカルピスソーダのシルキーコーラってやつなんだけど、なんかね、新しいやつなんかな、これ。これさ、怖っ。私一回これね開けた時にこうめっちゃ溢れてきたの。だから溢れる可能性があるので、ティッシュいきます。え、怖っ、本当にやめてね。怖い。
丈夫だった。焦った。じゃん。これ。そう、炭酸なんですけど、なんだろう。カルピスソーダにあのコーラのコーラ味の飴わかりますか？これ結構大きめのコーラ味の飴、まあグミとかでもいいかも。その味がします。カルピスソーダなんだけどコーラのお菓子の味。これめっちゃ美味しいんですよ。まあ言うて飲むの2回目なんですけど、これなんか前のいつだっけかな、サメカツナ公演があった時にあの置いてあって、お昼ご飯と一緒に置いてあって飲んだんです。そしたらめっちゃ美味しくて買っちゃいました。え、おすすめ。これめっちゃコンビニとかに売ってる。そう、炭酸ですね。これは美味しいですね。多分コーラとかカルピスソーダとか好きな人、好きだと。そう、劇場で出たのこれ。そうで、何これってみんななって、初めて見るって思って、でも美味しそうだからまあゲットして飲んだんです。そしたら美味しかった。そう、え、飲んでみて。炭酸好きな人は絶対好きよこれ。そう、スタッフさんセンスいい、わかる。これ選んでくるんだよ、めっちゃセンスよ。そう、これとあと1種類あって、なんだっけ、なんかね、いや、なんだったか忘れたけど、なんかマンゴー味みたいな、柚子なのか分かんないけど、なんかそういう新作のやつももう一本あって、それも美味しかったんだよね。でもなんだったか忘れたって感じですね。そう、コーラとカルピス、シルキーコーラって書いてある。シルキーコーラなんだ。うん、リハーサル中はまあほぼ水とかアクエリとかかな。うん、基本あんま飲まないかな、炭酸。今飲んでるんですけど、基本はシルキー成分がよくわかんない。シルキー成分ね、何の？シルキー？何？私もわかんないです。何ですかね。滑らかってこと？あ、そうなの？滑らかコーラってこと？え？マブラありがとうございます。滑らかコーラフォローしました、ありがとうございます。そっか、ミルキーなら知ってるけど、ミルキーはママの味っていうおすすめって。こんばんは。でも言ってツアーもあと2日後ですよ。早い、なんで早いんだ。早い、23日。あ、生配信とアーカイブ配信が今回もあるみたいなので、ぜひあのね、会場に来れないよって方は
ぜひね配信も見れるので配信で応援していただきたいなって思いますし、時間はないよって方もアーカイブ配信もあるのでぜひぜひね見ていただいたら嬉しいなと思います。会場に来てくれる方はね、サイリウムオレンジ水色サイリウムにサイヤグッズでサイヤ仕様で来てくださると嬉しいなと思います。埼玉ですね。お昼と夜よろしくお願いします。そう、あさってなんですよね、早いことに。ね、楽しみ。ぜひ応援してってください。なんか1ヶ月前にやったとはいえ、なんか結構期間空いた感じがしますね。なんか久しぶりな感じでドキドキって感じなんですけど、まあ明日もねリハーサルあるので、あの本番に向けて頑張りたいなと思います。NST 祭りにも行く。 ありがとうございます。そう、25日はね、23日にツアーで25日に NST 祭りにもね出演させていただくので、そちらも頑張りつつ、ゆなこの卒業公演とななこさんの卒業公演もねあるので盛りだくさんですよ今月も。ね、あっという間になんかもう9月終わっちゃいますね、そう考えると。そう、まあ10月はね私の月なので10月はまあみんな大好きさあやちゃんの誕生日ということで、はい、私のね月ということで嬉しい月ですね。なのでまあ来月はよりサーヤシカということでよろしくお願いします。そう、千葉のツアーもありますし、特典会もね、毎週ありますよね。だから結構会えるのではという。レインボースターありがとうございます。10月だって1日から特典会があるので、1日はまあ東京なんですけどツーショット撮影会で直接会えるし、あとまあおしゃべり会もあったりとか、誕生日のね翌日には新潟でねツーショット撮影会もあるし、結構会えちゃうよっていう感じです。誕生日当日は分かんないんだけど、とりあえずそう毎週土曜日にあるんですよね特典会が。そうなんだ、でも10月って一番ちょうどいい季節ですよね。そのなんか暑くもなく寒くもなくみたいな、ちょうどいい時期じゃないですか。だから結構秋好きなんですよ、食べ物だったりとか季節的な感じ、なんか気温も好きで、うん、そうなのよ。まあ服装はね困るかもしれない確かに、うん、
まあ一番のビッグイベントはまあ誕生日ってことにしときますか10月はね。そう、でも秋って短いですよね。そう、秋服結構可愛くて好きなんですけど、なんか、短い気がします。確かにあっという間になんかコート着ちゃうんですよ私だから冬が長い、夏と冬が、まあ冬が一番長いのか新潟は。そう、秋がね多分1週間ぐらいしかない持ったかな。でもほんとそんな感じ。そう、冬長いからさ、確かに服装は大変かもしれない。モンブランありがとうございます。ショートケーキありがとうございます。ありがとう。そうね、今年もね寒いのかな。冬は凍えてしまう私。ねえ、でも秋服かわいいよな。ハートありがとうございます。でもまあ10月はさ、まあ、イベントって言ったらまあハロウィンとか。ハロウィンさ、私去年何ゾンビみたいなやったんですよ。ハートありがとうございます。今年はでも今年もなんかゾンビメイクみたいなのはしたくて、でも服装とか全然決まってないからどうしようって感じなんだけど、まあでも考えときます。ハロウィン仮装は結構好きかも。おもろい、なんか私ゾンビ好きだから ゾンビ好きだから、ちょっと考えときますね。何日にやろうか。まあ考えときます。次の受付までに。まあでも特典会あるから、そのハロウィン付近でやろうかなと思います。そう、去年もね、なんかちょっとしたなんか傷メイクみたいなのをしたんですよ。インスタに載ってるのでよかったら見てください。結構なんかこの辺血みたいなあざみたいな、もうボーンみたいなのをねやって、そうそうそう。でもあの時はあのオンラインだったからさ、こう画面に映った瞬間みんなびっくりしちゃって。そう、ありがとうございます。そう、びっくりしちゃってわーってそう、面白かったです。私も頑張ります。なのでおもろいじゃん、なんか普段できないメイクできるのって結構新鮮だし楽しいんですよね。だってその傷メイクなんてその時しかできないじゃん。そう、普段できないじゃんだからやってる自分もおもろいし、なんかびっくりしてもらえるのもおもろいから、今年も頑張ろうと思います。日付どうしようかね。一番近いのが22なんだっけ。ワンチャン22がのどっちだっけ。オンラインと撮影会、オンラインか。まあオンラインでもいいんだけどね。
そっか、オンラインありがとう。なるほどね。22日、うん、まあツーショット撮影会だといつになるんだろうな。15か、15はちょっとな誕生日翌日にゾンビはさすがになお誕生日おめでとうのむなんかさ、そういう感じの時にゾンビちょっと、そこはもうサヤシカグッズで決まってるので、そこはダメだとなると、まあうーん、まあ22がいいのかもしれないけど、まだ決まってないので待っててくださいはい、15はもう誕生日仕様で行くって決めたので誕生日です。こんばんは。ゾンビ猫、ゾンビ猫もいいね。確かに猫、この間の猫のゾンビ版ってことでしょおもろいかも、確かに比較したら、うん、おもろいなそれ。確かに確かに。メイクもちょっと調べてきますねまああと1ヶ月ぐらいありますか、とか言ってね、あっという間になっちゃうんだろうね。こんばんは。でもハロウィン仮装ってほんといろんな種類があるよね。こんばんは。みんな他のメンバーは何するんだ。でもみんなコスプレしそうだよね。確かね、去年はそのゾンビ、囚人服ゾンビで、その前があの警察官ゾンビ全部ゾンビなのをしました。そう、なんか口裂女みたいなのをしてましたね、警察の時は。グッて、そう、全部ゾンビ、しかもなんかあざみたいな、あざに口裂女グイグイグイってやってた。今年は何のゾンビなのかあれマジで怖かった。あ、本当、結構お気に入りこういうの毎年まあガチ。え、でもさ、あのさ、ゾンビの、あのゾンビのっていうかハロウィンコスプレでさ、なんかカラコンでなんかもう名店みたいな、カラコンあるの分かる、なんか「テン!」みたいな、本当にあの USJ の、 あのゾンビの方がしてるようなカラコンがあるみたいなんです。私したことないんですけど、あれを多分つけるともうガチで怖くなるんだと思うんだよね。そう、でもあれってさ、私から見たら普通に見えるの、目がプンって、え、どう見えちゃう、ここしか見えないの私さ、そう、あれつけたことないからわかんないんですけど、こう、そう、ふん
ってなってるから、こっち側からの世界はどうなってるのか分かんなくて、普通に見えんのかな。え、でもさ、え、だって黒目がさここにあるじゃん。だけどカラコンのやつはさ、点がピュッてここだけなんだよ。ってことはここしか見えなくなるってことなのかな。ってなると結構厳しい。だってこれしか見えない。これしか見えないのはやばくない？さすがに。カラコン周り色ついてるけど見えるくない？そうじゃん。じゃ全然見えるじゃん。あー、普通に見えるのか。そっか、まあ、そうだよね。さすがにこれしか見えなかったらやばい、どういうことってなる。食べてありがとうございます。でもあれ気になるんですよね。あれどこで売ってんだろう、あのカラコンは。あれね、ちょっと気になりますね。うん、ありだな。あれどこでゲットできるんだろう。モンブランありがとうございます。そう、いやー、いいよね。気になる、気になるけど、あれ1個だけでいいわ、買うの。だってそんな 10枚セットとかいらないもん。そんなつけないし、しかも私の場合度ありだからさ、お裾分けもできないわけじゃん、メンバーに。となるとそんないらない、1個でいいんだけどって感じで、もったいないから普段あれつけちゃうかも。普段ケーキありがとうございます。だって大体カラコンってなんかこう箱で売ってるんですけど、なんか10枚セットとかで5日分とかで売ってるんですけど、あの点のカラコンが5日分あってもさ、いや残り4日間いつ使うん、みたいな。そんな4年間も保管できないし私。うん、ケーキありがとうございます。保管できないし、かといって普段使いもできないしっていう。ツアーでつけてたらマジでやばいやつでしょ。結構すごくない？やってみようかな。やってみちゃう、もしかして。ツアーで公演とかでやってみちゃう。誰ってなるよね。逆に有名になっちゃうみたいな。結婚してありがとうございます。ありだな、ありかもしれない。まあ、とりあえず、うん、両目で2200円するの高くない？あ、じゃあこう売ってるんだ。じゃあ、うーん、DMM で抜かれてってなりそう。確かに怖っ。怖すぎ、やだな。それは初めて見る人とかびっくりしそう。確かハロウィンイベントとかそういう系だったら使えるけど、それ以外だとなかなかですね。ケーキありがとうございます。ね、まあでもそんなものも売ってるんだなって感じですよね。すごいよね、何でもなれちゃうんだよこの時代。とか言ってやるかは分からないんですけど。やるかは分かんないんで。みんなもしますか、ハロウィン。
こんばんは。いいね、ありがとう。ゾンビね。しないか、まあそっか、しないか。友達とやったの？いいね。レインボースターありがとうございます。ゾンビ行ったくない。いや、なんかまあゾンビっていうか、そのメイクはゾンビかなって感じ。だってさ、待って今ってなっちゃった。コスプレだとさ、普通のコスプレになっちゃうじゃん。ハロウィンだからハロウィンコスプレをしなきゃいけないわけで。ってなるとハロウィンイコールゾンビだから、コスプレもするけど、そのハロウィンだよっていう。まだ1ヶ月後なんだけどね、っていうね、あの気持ちがある毎年謎に。そうそうそう、ハロウィンだからハロウィンのコスプレ。ハロウィンイコールゾンビ。私の中では。そう、ガチでガチで。みんなはじゃあ、そうですね、何がいいかな。じゃあみんなもゾンビで。みんなもゾンビで、早くゾンビ映画出てほしい。わかる。私さ、いやー、ゾンビ映画出たいな。ゾンビドラマとか。出たいな、ガチで。ハルルンドラマ支援すごいね。すごいよね。そう、今日も会ったからおめでとうって、主題歌作るから待っててねって言っといた。あと日野も舞台のね、主演だし。お、田辺先生が原作、原作書いてくれる。あ、お誕生日おめでとうございました。遅くなってしまいました。やったー、田辺先生が書いてくれるって。私のゾンビ作品やったー、嬉しい。嬉しい。これはもう絶対ですね。私すごい今喜んでるので。え、超楽しみですよ。え、本当に書いてくれるんですか。私めっちゃ喜んでますよ今。え、超嬉しいんだけど。主演で、じゃあ主演の、え、楽しみ。連載始まっちゃう。あれです、ハロウィン限定で。ハロウィンはじゃあゾンビ作品ということで。やったー、やったやったやったこれはね、これは楽しみだね。そうね、ツイッターでつぶやいちゃおうかな。つぶやいちゃったらこっちのもんですから。嬉しい、嬉しいので水飲みます。
先生も逃げちゃったね。なるまありがとうございます、楽しみ助けて助けて、あ、盛り上がってる。ハロウィンナイフィンナイブギーナカボチャが誘ってるうれしいうれしい。書きに行ったのかな。そうだね、まああと1ヶ月ありますから。サイリウムありがとうございます。ダルマありがとうございます。より10月が楽しみになりました9月も盛りだくさんですけど、ねえ、今年も早いことにもうね、終わっちゃうね、早いことに10月になっちゃうし、多分10月になったら10月になったで、多分あっという間にまた1ヶ月過ぎちゃうし、まあ、11月12月は何があるか分かんないけど、ケーキありがとうございます。でもさ、もう12月なんてもうクリスマスだからね、サンタさんにならないといけないしってなると、あっという間にね、明けおめですよ。モンブランありがとうございます。この前明けおめしたよね、だって。やばい、今年早すぎてやばい。え、だって本当についさっきあの虎のコスプレして、あけもめーって、あけおめーってさ言った気がするもん。やばすぎ、早っ。トラね、トラ年ね。次ウサギじゃん、ウサーヤの年じゃん。来年ウサーヤだよ、みんな。みんな大好きウサーヤ。ってことはさ、あれなのかな、今年はウサギのコスプレなのかな。トラだったじゃん去年、あ、今年今年ね、ウサーヤなんじゃない。え、でもさ、来年ウサーヤで、再来年さ辰年じゃん。私辰年なんだけど、でもさ、龍のさコスプレってどうやるん？長くね？え？長くない？え、だってさ、龍ってさ、え、長いよね？え？収まらなくない？ね、収まらないよね。どうするんだろう。結構結構でかいですよ、竜って。え、どうやるんだろう、気になる。どんなコスプレ。ちょっと気になる顔が。え、
え、気持ち悪くない？だってさ、顔が私でさ、こうなるってことでしょ。え、結構無理なんだけど、そんな生写真が発売されたら結構無理かも。来年はウサギだからいいとして、再来年やばいわ。再来年のやばいわ。その生写真は結構きついな。やばい、想像しただけで結構きつい。きついわ。来年は大丈夫だ。再来年の心配してるよ私。やばいよ本当に。うん、まだ考えなくても再来年考えちゃった。そう、年女なんです。だからね、ちゃんと気合も入れたいですよね。その次はヘビ。ヘビもね大変ですよね。ヘビのコスプレって何？むず。むずくない？もう巻くのかな、ヘビを。ヘビのぬいぐるみ。え、昔さ、私ヘビのぬいぐるみ持ってたんですよね。あの、あれ、夢の国のさ、やつで買ったんだよ。ジュラシック、あ、違う、ジュラシックじゃない、インディ・ジョーンズ。インディ・ジョーンズにさ出てくるさ、ヘビあるじゃないですか。あれのなんかぬいぐるみが売ってて、結構リアルな大きいね、本当にヘビみたいなぬいぐるみが売ってて、なんかそれを持ってたんですよね。買ったの。ほんと負けるんですよ、こう本物のヘビみたいなぬいぐるみがあって。だからそういうのを巻くのかなね。そう、持ってましたね。結構リアルな感じの。そう、売ってた昔、結構昔に売ってて、かっこよくて買ったんですよねそれ買ってくれる親も優しいっていう。爬虫類はね、うん、まあ大丈夫、大丈夫っていうか、まあまあまあ。去年牛屋になってない。牛屋にはなってないですね、確かに。そうね、そっか、気まぐれなんですかね。まあでもウサギはありそうよね、なんかアイドルだし。ウサギはありそう。でもなんかウサギのさコスプレをするとしたら、なんかガチのウサギやりたいかも。なんかもう着ぐるみみたいなウサギになってみたいかも。なんかさ、あのイースターとかでさ、カチューシャだけウサギとかはやったことがあるじゃないですか。そう、耳とかだけど、なんかガチのなんかそのもう着ぐるみのウサギみたいな、もうウサギっていうウサギにはなったことがなくて、なんかなんで毎回そんなガチなの確かに。でもそう、なんかガチのウサギみたいなやってみたい。もうテーマパークにいるようなウサギをやってみたい、
何事にもガチなサーヤが好きですありがとうございますね、楽しみ。ね、トラーヤ、トラーヤはもうすぐでお別れです。だるまありがとうございます。人参になります人参になってください。ね、まあ今年もあともうちょっとだねってところですね9月もだってもう終わっちゃうもん。まあでもツアーもあって NST 祭りさんのイベントにもね出演させていただきますし、ゆなこの卒業公演、ななこさんの卒業公演もあるのでね、こう映画までねメンバーも送り出せるように頑張りたいなって思います。皆さんも体調には気をつけて一緒に頑張っていきましょう。だるまありがとうございます。はい、ということでじゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位伊賀の藤丸さんありがとうございます。12位ヨシーさんありがとうございます。11位イーティーさんありがとうございます。10位シロシさんありがとうございます。9位チュンソンさんありがとうございます。8位ホークさんありがとうございます。7位星のこだわ愛さんありがとうございます。6位松葉さんありがとうございます。5位マサさんありがとうございます。4位秋広さんありがとうございます。3位焼肉大好きさんありがとうございます。2位ゆうきさんありがとうございます。1位は赤毛団長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうございました。この後はメールも送りますのでお待ちください。ではでは、また配信した時遊びに来てください。ツイッターとインスタもやってるのでよかったらフォローしてないよって方はフォローしてくださいということでおやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバーイ。